アッタソン氏がジーギル博士の家の戸口へやっとたどり着いたのは、その日の午後遅くであった。彼はすぐプールに案内されて、台所の傍らを降り、元庭園であった裏庭をよぎって、実験室とも解剖室ともどっちにも言われている建物へ連れて行かれた。博士はこの家をある有名な外科医の相続人から買い取ったのであるが、彼自身の趣味は解剖よりもむしろ科学の方だったので、庭園の奥にあるこの一棟の建物の使い道を変えたのだった。弁護士が彼の友人の邸宅のこの部分に通されたのは初めてであった。で、彼は窓のないくすんだその建物を物珍しそうにじろじろ眺め、階段式になった解剖行動を通り抜けるときには嫌な奇妙な感じで辺りを見回した。そこは元は熱心な学生がいっぱいに詰めかけたものであるが、今では物寂しくひっそりしていて、テーブルの上には化学機器が積まれ、床には網かごが転がり、荷造り用の藁が散らばっており、明かりは霧のかかっている炎天井からぼんやりと差し込んでいた。その坑道のもっと先に階段があって、それを上がると赤いソラシャを張ったドアのところへ来た。そしてこのドアを通って、アッタソン氏はやっと博士の書斎へ迎え入れられた。それは広い部屋で、周囲にガラス戸棚が取り付けられ、いろいろのものの中でもう一つの姿見鏡と一つの事務用のテーブルとが備え付けてあり、鉄格子のついた三つの埃だらけの窓が例の路地に面して開いていた。火が炉の中で燃えていた。ランプが一つ炉棚の上に灯して置いてあった。家の中までも霧が深く立ち込め始めたからである。そしてその炉に近く、ジーキル博士がひどく元気のなさそうな顔をして腰掛けていた。彼は客を迎えるために立ち上がりもせず、ただ冷たい片手を差し出して、歓待の挨拶をしたが、その声はいつもと変わっていた。ところで、とアッタソン氏は、プールが出ていくとすぐに言った。君はあの事件のことを聞いたろうね。博士は身震いした。スクエアのところで大声で言っていたよ、と彼は言った。僕はそれを食堂にいて聞いた。一言だけ言っておくがね。と弁護士が言った。カルムは僕の依頼人だったが、君もやはりそうだ。で、僕は自分のしていることを知っておきたいのだ。君はまさかあの男をかくまうような馬鹿げたことはしないだろうね。アッタソン、僕は神に誓って。と博士は大声で言った。神に誓ってもう二度とあの男には会わないつもりだよ。僕は名誉にかけて君に言うが、僕はもうこの世ではあの男と縁を切ったのだ。すっかり済んでしまったのだ。それにまた実際あの男の方でも僕の助力を必要としないのだ。あの男のことは君よりも僕の方がよく知っている。あの男は大丈夫なんだ。全く大丈夫なんだ。よく聞いてくれたまえ、あの男はもう、これっきり決して人の噂になることはないだろうよ。弁護士は難しい顔をして聞いていた。彼は友人の熱病にかかっているような態度が気に入らなかった。君はあの男のことには随分自信があるようだが、と彼が言った。君のためにどうか、君の言う通りであるようにと思うよ。もし裁判にでもなろうものなら、君の名前が出るかもしれんからね。僕はあの男のことには十分自信があるんだ、とジーキルが答えた。
誰にも打ち明けることはできないが、僕には確かに根拠があるんだ。しかし、君に助言をしてもらえるかもしれないことが一つあるんだがね。僕は手紙を一通受け取ったのだが、それを警察へ見せたものかどうか迷っているのだ。僕はそれを君の手に任せたいんだよ、アットソン。君ならきっとうまく判断してくれるだろう。僕は君を非常に信頼しているのだから。その手紙からあの男が見つかるかもしれんと、君は心配しているのだね、と弁護士は尋ねた。いや、そうじゃない、と相手が答えた。ハイドがどうなろうと、僕は別に気にかけちゃいないのだ。僕はあの男とはすっかり縁を切ったのだから、僕はこの忌まわしい事件のために、自分の評判がいくらか危険にさらされていることを考えていたのだ。アッタソンはしばらくの間考え込んだ。彼は友人の利己的なのに驚いたが、しかしまたそれで安心もした。では、と彼はやっと言った。その手紙を見せてもらおうか。その手紙は妙な直立体で書いてあって、エドワード・ハイドと署名してあった。それには、私は恩人ジー・キル博士から長い間絶大な恩恵を受けながら、それに対して誠に申し訳ない報いをしてきたが、博士はもう私の身の安全については少しも心配される必要がない。私には確実に信頼できる逃亡の手段があるから、という意味のことをごく簡単に書いてあった。弁護士はこの手紙を見て非常に喜んだ。それで見ると二人の信仰は彼の予想していたよりは美しいもののように思われた。今まである疑惑を抱いていたのをすまなく思った。この封筒があるかね、と彼は尋ねた。焼いてしまったのだ、つい何の気もなしにね、とジーキルが答えた。でもそれには消印はなかったよ。その手紙は手渡しされたのだ。僕にこれを預けて一晩考えさせてくれないか、とアッタソンが尋ねた。君に何もかもそっくり僕の代わりに判断してもらいたいのだ、というのがその返事であった。僕は自分に信頼を失ってしまったのだ。では考えてみよう、と弁護士が答えた。ところでもう一言聞くがね、君の遺言書にあの失踪のことについて書かせたのはハイド氏だったのだね。博士は急に気が遠くなりそうな様子であった。彼は口を固く閉じてうなずいた。そうだろうと思っていた、とアッタソンが言った。彼は君を殺すつもりだったのだ。君は危ういところを助かったのだよ。僕はそれよりはもっとずっと重大な経験をしたのだ、と博士は重々しい口調で答えた。僕はある教訓を得たのだ。おお、アッタソン、なんという教訓を僕は得たことだろう。そう言って彼はちょっとの間、両手で顔を覆った。帰りがけに弁護士は立ち止まって一言二言、プールと言葉を交わした。時に今日手紙が届けられたそうだが、その使いの者はどんな人間だったかね、と彼は言った。しかしプールは、郵便で来た他には何一つ来なかったときっぱり断言した。そして、それも通知状のようなものばかりでした、と彼は言い添えた。この知らせは帰って行く客の不安をまた新たにした。きっとあの手紙は実験室の戸口から渡されたのだろう。あるいは実際あの書斎で書かれたのかもしれない。そしてもしそうだとすればそれは違った判断をしなければならぬし、一層慎重に取り扱わねばならない。